栗山木桜と山淵ひよのアイドルスキル比較、視聴者のコメントを聞いてみまして。こんにちは、皆さん。今回は、元 AKB48 の宮脇さくらさんと山淵ひよさんのアイドルスキルを比較してみたいと思います。二人はどちらも才能豊かなアイドルであり、多くのファンを魅了しています。では、早速比較してみましょう。まず、宮脇さくらさんの魅力について考えてみましょう。彼女はグループでの活動から独立後も、その美しいルックスとダンスのスキルで注目を浴びています。また、彼女のパフォーマンスはエネルギッシュでありながらも、繊細な表現も見せることができます。さらに、彼女の歌唱力も非常に高く、幅広いジャンルの曲を歌いこなすことができます。以後、山口ひよさんの魅力も見逃せません。彼女は笑顔がとても魅力的で、その明るいパーソナリティでファンを引きつけます。また、彼女のダンスはしなやかで、視覚的にも楽しめるパフォーマンスを披露します。さらに、彼女の歌声は成長であり、聴く人の心に響くことでしょう。さて、ここで皆さんに質問です。栗山木桜さんと山淵ひよさんのアイドルスキルは、どちらがより魅力的だと思いますか？ご意見をコメント欄にお寄せください。あなたの声を聞かせていただきたいです。それでは、比較結果をお伝えします。栗山木桜さんと山淵ひよさん、どちらも素晴らしいアイドルですが、それぞれの魅力は異なります。栗山木桜さんはダンスや歌唱力でのスキルが際立っていますが、山淵ひよさんは明るい笑顔としなやかなダンスで魅了し、ガス。どちらが魅力的かはあなた次第です。最後に、私たちの視聴者の方々に感謝の気持ちを伝えたいと思います。皆さんのコメントで、より多くの視聴者の方々がこの動画に興味を持ってくれることを願っています。皆さんの声に耳を傾けながら、より良いコンテンツを制作していきますので、今後ともよろしくお願いします。以上、宮脇さくらさんと山淵ひよさんのアイドルスキル比較についてお伝えしました。お楽しみいただけたでしょうか？次回の動画もお楽しみに。それでは、また次回の動画でお会いしましょう。動画をご覧いただきありがとうございます。この動画が気に入っていただけましたら、ぜひ、あなたのコメントもお待ちしています。チャンネル登録もお願いします。